でもね、はい、神さん言ってますよ。そんなの責任取れない。方角じゃないですね。次に結びつくアクションはね、はい、置く場所です。運が覚醒する機嫌上昇チャンネルの高見です。皆さん、今日はですね、前回に続いて、またちえさんに来ていただきました。はい、来ました。いやーね、前回ですね、引っ越しの吉日、ちえさんのチャンネルと物件 NG のね、ことについてね、聞いてきました。今回はね、別の、角度でね、ちえさんに伺えたと思います、はい。はい、今回ですね、3月の宝くじにいい人、またね、保管場所についてね、やっていこうかと思ってます。はい。ね、ちょうどね、バレンタインジャム宝くじがもう3月のね、まあ上旬で終わってしまうんですけど、でも基本的にね、宝くじをね、やられる方ってのもね、いらっしゃると思いますので、まあ今回ね、その宝くじの吉日とですね、はい、あとね、宝くじを買う、買わない別として、まあ、保管場所ってめちゃくちゃ大事だと思うので、はい、そこについてもね、ちえさんと一緒にね、深掘っていきたいと思いますので、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。まずはですね、最初にですね、友人さんのつながり、場を極める、ティンシャなどから始めていきたいと思います。はいはい、それでは早速、行ってみましょう。ということでですね、まず3月の宝くじにいい日について、はい、じゃあ吉日を最初にじゃあ僕がね、はい、教えてください。はい、で発表したいと思います。はい、結構ね、3月はね、いい日がありまして、うん、3月2日、2日、7日、7、10日、10日、11日、11、14日、14日、15日、15、17日、17、22日、22、26日、26、29日、29、31日、11日間ね、吉日があります。すごいね、いっぱいあるじゃない。そうなんですよ。3日に1回は吉日。そうそうそう。結構やっぱね、3月いいんすよね。はい。まあ、2月もね、とてもいい投資だったんですけど、吉日としてで、ね、うん、3月も多くて、いや、さすがに虎の年なのかなっていうね。虎だもんね、虎ってたお金ですもんね。そうですね。なんか千里行ってね、なんかすぐ帰ってくるって言われてる虎ちゃんなんで、はい。さすがいい年だなと思います。で、その中で特にね、いい、吉日というのが15日と17日。が、特に特に。え、いいけど、さらに特にっていう。15と17。はい。ポイント2倍でみたいな感じですね。はい。で、そんな、日があります。ね。ポイント2倍。宝くじポイントはね、ポイント2倍なんですけどね。基地的な感じでポイントはね、高まる。より、ね、高まるんじゃないのかなと思いますので、もし買う予定があれば、ぜひ参考にしていただきたい。なんか、買う予定にしますよね。視聴者さんでもね、蜜の日っていうね、満たされるって書いて蜜の日なんですけど、すべ、はい、てが満たされる日、やっぱ買う人って多くて、はい。それもやっぱ宝くじいい日になるので、はい、そこにね、集中したりもしますね。蜜の日ね。はい。蜜の日にか、高額当選してる方もいらっしゃる、ね。いらっしゃるの。はい。じゃあ行くわ。ただ、宝くじをね、買った時に、特にジャンボ宝くじとかって、抽選期間があると思うので、しばらく保管しなきゃいけないと思うんですよね。そうですね。買ってからね。はい、ですよね。発表までのね、間がありますからね。で、今日はちえさんにね、お越しであったのも、やっぱり保管場所ってめちゃくちゃ大事だと思うので、はいでね、ちょっとお聞きできたらなと思うんですけど。はい、そうですね。宝くじの保管場所ね。はい。神棚に置いてる人多いんじゃない？あでもね、はい、神さん言ってますよ。そんなの責任取れない。はい、それで、まあちょっと風水的な話しますよね。はい、その財は何の種類のお金になるのっていうことなんですよ、ポイントは。なるほどですね。宝くじっていうのは。うんうん、コツコツと働いて得たお金ですか、はい、そうじゃないお金ですかっていう質問から入るんですよ。はいはいはい、なるほどですね。宝くじはどっち？後者ですかね。後者ですよね。ね、突然降って湧いた、うん、ね、少し、はい、ラッキーマネーでございますね。はい、だからそういう財っていうのは、財っていうのは2種類ありましてね。はい。正財と偏財っていう。はい。正財っていうのは正しい財って書いて、はい、要するに働いたら毎月お金が入ってくるよとか、はい、きちんと労働した、ね、証に入ってくるよっていうものが正しい財なんですよ。はい。うん、で宝くじとか、例えばパチンコやって勝ちましたもそうなんだけれども、はいはい、これとか競馬もそうなんだけれども、突然ボンと降って湧いたように入ってくるお金っていうのは、はいはい、偏った財で偏財っていうんですよ。それ臨時収入も入るってこと、うん、そうですね。どちらかというとそうね、はい、臨時収入的なのを言うんですけれどもね。はい、それが、まあ、風水で聞いたことあるかもしれないけど、清流と白虎っていうのが、はいはい、清流っていうのは青い流。はい、ね、清流さん。で、これの位置っていうのがすごい問題っていうかね。で、清流っていうのは、これが
正しい財の方なんですよ。で、白虎側って言って、これが、偏財って言って、偏り財なんですよね。なるほど。この偏財って、同じ場合だけどね、偏財って。で、この偏財が白虎側って書いてますよね。はい、で、白虎側っていうのは、どっちの側なんだっていうことなんだけれども、はい。はい、わかりやすく言っちゃうと、それを保管する場所。はい。は、もしあなた自身のお金で宝くじを買ったなら、あなたのお部屋、入り口入ります。はい。左手。左ですか？左手。うん、そう。これ、偏財の、はい。この位置なんですよ。なるほど。うん。だから入った左手ね。で、はい、家族みんなのお金で買っちゃったよって言ったら、リビングがいいんですよ。はい、あ、へぇー。みんなの間だから。はい。誰のために買ったとかね。はい。そしたら、リビング、みんなのお部屋だったら、リビング入った左手。うん、方角じゃないですね。方角じゃないんですよ、これは。白虎と青龍が、やっぱり強く出てる方なんです、はい。なるほど。神様は責任取ってくれない。はいはい、白虎でしょ、でも今、虎年だからさ。はい、そうっすよね、確かに。ちょっと白虎なんだけどね、そういうと、うん。だけどやっぱり虎さんがちょっと、はい、いつもより応援してくれるんじゃないかなと私は思うんですけど、ね。なるほどですね。虎年ならではの。そうなんですよ。いいっすね。名前がいいですよね。いや本当ですね、はい、普通にちょっと白虎っていうとやっぱりね怖いだとかね、はい、恐ろしいイメージが持たれてる方が多いんですけれども、白虎側っていうのはね、はい、違うんですよ。こういうギャンブル運とかは白虎、はい、白虎なんですよ。あ、そういうことなんですね。そういうふうに分けるんですよ、風水っていうのは。へえ、面白いですね。だからこれでやっぱ当たってる人もいらっしゃるわけなんですよね、はい。なるほどですね。うん、すごいね、やっぱね。運持ってるね、でもね。やっぱ共通点としてはね、保管場所とかもすごい気にされる方多いから。超多いですよね。はい。うん。いろいろ聞かれるんだけどね。ええー。やっぱり宝くじはって聞かれるんですよね。はい、ああ、なるほど。うん。そしたら、もうどこって言ったら、はい、もう入った左手の場所。なるほど。申し上げておりますね。はい、ああ。偏財の方です。偏財ですね。偏財ですよ。いやー。うん、逆に言ったらさ、お金一生懸命貯めたよっていう通帳とかは入った右手側なんですよ。はい、あ、なるほどですね。うん、そう、正座やから。それはキープする場所なんです。分かれるんですね。分かれるわけよ、白虎と青龍でね。運気の気の流れが違う。種類が違う。そういうことですね。じゃあもうこれはもう一緒にしない方がいいってことですね。そうそう、一緒はダメなんですよ。うん、通帳と宝くじの件というか、一緒はダメなんですよね。はい、なるほどですね。それ用に分かれていたらいいよっていうことなんですね。はい、結構やっぱね、この虎年でね、金は上がって人生変わる方もね、僕は多いなって思っているんで。今年なんて虎だから、本当金運バンバン来る人多いんじゃないですか。いや、本当そう思いますね。なんかね。はい。そういうね、宝くじで終わって、で、100万単位当たってる方って、本当にうちのチャンネルいらっしゃって、コメントいただくんですけど、うん、喜べる声として僕もすごく嬉しいなと思うし、うん、その吉日を紹介してて、うん、なんか人生変わっていただく方が出てくるっていうのは、うん、なんか僕も、ね、発信してよかったなっていうね、感じがしますね。ねえ、はい、すごいね、その日にちを選んだら、ね、はい、ためにいい方向に動くなんていうのは、めちゃめちゃやっぱり。そうですね。ね、でもやっぱちいでさんのなんかそういう、ね、レイアウトの話とかもやっぱり多くの方は見てらっしゃって、うん、経験もあって話をされると、うん、なんかよりなんか吉日もあって場所もあってっていう深みが出るなっていう感じしますね。だから日を選んだら次に結びつくアクションはね、うん、はい、置く場所ですね。そうですね、はい、やっぱり両方がね、はい、その吉運を持ってるとすごいですよね、そうですね。私も早く当てないと。買わないと当たらないんですね。まあそうですね。全然買わないから。あ、そういうことですね。そうなんですよ。吉日に買っていただいてね、中身さんの夢に買っていただいて、はい、そして、偏財白虎の位置に、それを寝かせる、はい、ということですね。そしたら運気がそっちの方に行くよっていうことです。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。また、ちいさんの方ですね、今回ですね、億万長者の共通点、うん、ね、もしこれ当てはまってたら、ね、億万長者の前兆、前触れかもしれませんので、ね、ぜひね、ちいさんの概要欄にね、チャンネルの URL が貼ってありますので、ぜひね、遊びに行ってくださいね。はい、今日はね、ちいさんと、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ最後ですね、素晴らしい明日を願って、ね、鈴の音でお別れしたいと思います。はい、それでは明日の動画でお会いしましょう。